みなさん、こんばんは、マーティーン。ではの、のみやくんぼや、きーさけーです。友達付き合い、こんな時どうしたらいいか。まず、乱暴な友達がいます。はい。嫌って言いたいけど、まあ、はい。まずは、無視はいけませんね。こんな時どうしたらいいか。まずは、言いたいことを言おう、まずは。なぜいじめられたか。心を上にやらないこと、本音を伝えることが大事。 そして、味方にいる別のコミュニケーションに目を向ける。世界は広いよと思ってね。はい。相手の立場になって考える。仕返ししてはあかんよ。その子の仲良しさんと観察することが大事。勇気を持つことも。はい。いろいろ忙しがえます。まあ、話しちゃダメと言われちゃった。この場合どうするか。まずは二人の正直な理由を聞くこと。信頼できる大人を。で解決。誤解されちゃった。どうするのはい。ああ、ごめんなさいって謝りたい。 まあお笑いくんまあ話し合うことから大事ですきちんと謝ることいろいろ元に戻すようにあとは誤解を聞くこと先生に相談することも大事ですあとはいじめてる場合えー、いじられたくない場合ねいろいろありますはい本当の気持ちを伝えるまず信頼できる大人に伝えるそれが大事自己中な場合もありますが気づいてほしいまずは振り回せるのはまず嫌ですルールを決める ルールを決めること大事です。というわけでこ友達友達、こんな時どうしたらいいのでした。バイバイ。